1938年6月8日代は、香港の主席弁護士、政治家、祖先は慶州。イギリスの植民地時代から政治家として活動し、1994年には民主党を創設して、初代主席となった。2008年に政界を引退するが、その後も、精力的に香港民主運動に参加し、民主派からは民主主義の父と慕われている。 1938年に香港で7人兄弟の第六子として生まれ、甲州で育った。先祖は慶州の八家の出自で、父親は国民革命軍少将,将だった。旧留下人書院を卒業した後に香港大学に進学し、哲学学士号を取得する。卒業後は教師として働き、3年後に林間放送院に留学する。 1979年に王室顧問弁護士に任命され、1980年から1983年にかけて香港弁護士会主席を務めた。1985年に香港立法局に当選し、1997年の香港返還まで務めた。また、1988年から1991年にかけて、 香港消費者委員会主席を務めた。議員当選後に、香港特別行政区基本法起草委員会委員に任命されるが、1989年に64天安門事件発生した際に、中国政府を批判したため委員会を除名される。また、中国本土への入居を禁止され、2005年に、関東省を訪れた例外を除き本土へは入居していない。 1990年に香港民主同盟を創設して主席に就任し、1994年には起点と合流して民主党を結成し、引き続き主席を務めた。香港返還が実現した際には、最後の香港総督となったクリストファー・パッテンの民主化に向けた政治改革を評価し、パッテンを得たことは香港にとって幸運だったと述べた。 ナンシー・ペロシと会談する、李中明、香港返還後、李は、特別行政区としての地位を、アメリカ合衆国が認めた米国。香港政策法を根拠に、アメリカは、香港の民主政府を支援する義務があり、アメリカ大統領が支援の義務を怠る場合は、アメリカとの経済行為を打ち切ることができると発言した。これに対し、香港特別行政区行政長官の統権下は、李は、 国際社会の面前で香港の悪口を述べたと不快感を示した。2007年10月には中国が2008年夏季オリンピックの開催地選考の際に表明した人権問題を改善するという公約を履行しなかったことに反発し、ウォールストリートジャーナルに中国のオリンピックの機会という批判記事を掲載した。一方、李は欧米諸国に対して 北京オリンピックをボイコットするのではなく、中国を国際社会の一員に近づける機会を与えるべきと主張している。しかし、中国では、李の発言が湾曲され、李がアメリカにオリンピックをボイコットするように依頼したと報道され、中国国内から、カンカンと非難の声が上がった。10月27日に、民主党主席の何春人氏は、李の主張を支持する公式見解を発表した。 2008年3月27日、同年9月の任期満了をもって、香港特別行政区立法会議員から引退することを表明した。議員引退後も活動を続け、2013年4月10日には、行政長官普通選挙の改革案を独自に提示するが、翌11日に公開諮問も始まっていない段階で提示するのは、タイミングが早すぎたとして、 改革案を撤回したため、同じ民主派から失望を表明された。2020年4月18日、香港警察は、昨年8月の政府への抗議デモや集会などに参加したとして、民主派の重鎮、リオ含め香港の主要な民主派15人を違法集会参加などの容疑で一斉逮捕した。 18日午後に保釈された李中明氏は自身の行動を後悔していないと表明。香港の優秀な若者と共に民主の道を歩く機会があったことを誇りに思うと述べた。香港返還の前後から李は民主化運動の指導者として国際的に認知されるようになり、1995年にアメリカ放送協会から国際人権賞を授与されたのを皮切りに、 1996年に自由主義インターナショナルから自由賞を1997年に全米民主主義基金から民主主義賞を2000年には欧州人民党から非ヨーロッパ人として初めてシューマン勲章を授与されている。ありがとうございます。